ということで、最後までブラッシュアップして自分磨きをしていきたいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてエントリーナンバー8番細川みどりさん、今のお気持ち誰に伝えたいですか？一番に家族や身近な友達にこの気持ちを伝えたいです。選ばれると思ってなかったのですごく嬉しくて、高校生に向けてもっと輝いて頑張りたいと思います。ありがとうございました。呼ばれるまでドキドキしたかなと思うんですが、レンタさんにとって理想のモデル像っていうのがあったら聞かせていただきたいんですが、いかがですか？海外ワールドワイドに活動できるモデルを目指しているので、世界に認められる日本人モデルになれたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。